さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木です。ジョイントハウスの中です。さあ本日はですね、我が君と一緒にこちらジョイントハウスの方から、YouTube スノーボード大学、はい、一つお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあシーズンが終わった方が結構増えてきまして、はい、僕ね、明日、はい、5月6日6日が最後丸沼の最終日なので、はい、僕明日丸沼行こうと思うんですよ。朝から午前中ちょっとだけなんですけど、ね、なんで明日丸沼行くよっていう方はぜひぜひ明日朝一お会いしましょう。でそれ僕が丸沼行く話はとりあえず全然いいんですけれども、シーズン終わって来シーズン道具を買い替えるとか、はい、この道具まだ新しいから使いたいんだけど、でもちょっとこういうトラブルがあるんですよっていう方が、うんうんうん、ゴールデンウィーク何組も来てくれてるじゃないですか。来てますね、はい、来てます。今日もね、2組先ほどこうセッティングとか道具のお話させていただいて、うん、っていうような感じでね、はい、はい、でその中でやっぱりね、ブーツをっていうお話が結構多くあります、うん、で僕も我が家もディラックス履いてるんですけども、ディラックスのブーツでこのブーツ自体にこういうプラスチックのパーツを入れてブーツの硬さをより強くする、うん、もしくはブーツがへたらないようにあらかじめ入れておく、そんなような使い方をしていくっていう方が結構増えてるなと思います。そうですね、そんな感じでブーツを要はカスタムするっていうパーツが結構いろいろ最近ありますよねというお話で、そのカスタムパーツをちょっと紹介していきたいなと思うんですけれども、はい、はい、でこの D ラックスのブーツがなんと年代で言うとここで線を引いてこのパーツが違うんですよっていう風になるので、この辺をちょっとこれ道芸の若君の方から詳しくお届けしていただければなと思いますので、はい、了解しました。お願いいたします。はい、はい、この、ちょうどここで変わるんですけど、はい、僕言いましたそれ、はい、TPS シールド、 TPS シールド、これは今までか、ここで変わる前までの話ですね。前のモデルです、はい、はい、で現行今出てるモデルたちは、うん、こちらのフレックスブースター、フレックスブースターがこっちのよりも年代が新しくなるとっていう感じです、はい、でちなみにこれじゃあ何年モデルってなると、ディラックスでこの単独部分に年数書いてあるので、こっちが2122モデルです。でこっちがそうすると2021モデルってことですよね、はい、なんでこの2021年22年この辺を境にこの TPS シールドなのかフレックスブースターなのかと。でこっちの TPS シールドはこういうふうに枝がついていて、この枝の部分がうまいことこのブーツのここに引っかかってっていうような構造になっていて、先のこの3つの先割れスプーンも先割れスプーンのフィット感がちゃんと刺さるようなブーツの構造になっています。でこれが新しいフレックスブースターの方は差し込みが本当丸くなってて、上もちょっと角があるだけなので、よりシンプルになったっていう感じになります。これをここに入れることによってブーツ自体がグッて硬くなる、こっち方向はもちろんですし、こういう横の剛性もここに入って縛り付けるっていう感じなので、横の剛性もすごく強くなっていくというような感じで、ブーツをカスタムするアイテムがリラックス純正の TPS シールドとフレックスブースターがありますので、はい、チェックしてみてください。はい、でこれ今ここで線引けるんです、年代は2021、2122なんですって言っても、あ、そうかそうか、俺のブーツ2122だからなんてすぐ分かる人なんかいないと思うんですよね、うん、分かんないですよ ね、 分かんないですね、俺のブーツ僕だって見なきゃ分かっちゃう、 2、3年ぐらい前なんだけどっていうのは分かるんだけどっていうのが分かんないので、カシャっていう風に自分のブーツ写真撮っていただいて、LINE の、ところでジョイントハウス検索していただくとお友達登録ができるので、はい、LINE 上で僕らジョイントハウスとやり取りできるような感じになります、うん、なのでカシャって撮ったこのブーツにパーツ入れたいんですけど、なんちゃらブースターですか、なんちゃらシールドですかっていう風に LINE お友達登録の方からメッセージと写真いただければ、あ、これはTPS シールドのサイズがこれだったら M サイズですよとか、うん、そういうような案内がいろいろできるようになっていきます、はい、でこの新しくなっていく、こっちはまあどん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 なくなっていってしまう感じだと思うんですけども、新しい方はなんと硬さ違いで 1K、2K、3K ってこれ硬さが違うんですよね。はい、そうです、硬さが違うんです、はい、で硬くなっていく、柔らかくなっていく、どっちが硬いんですかこれ。3に行くほど硬くなります。おこっちは硬くなって、はい、こういう順番になりますね、はい、でこれがサイズが S、M、L っていうふうに3種類あるんですね、はい、S サイズが21から 24.5 まで、 M サイズが25から
27.5 まで。で、L サイズが28以上みたいな感じになっているので、まあ多くの人が M サイズになるかなと思うんですけれども、はい、この辺もサイズ違いでいろいろ取り揃えておりますので、気になる方は、ブーツ買い替える予定はないんだけれども、なんかちょっともう少しこうしたいんだよな、こうしたいの方向性がいろんなご提案もさせていただけるんじゃないかなと思います。っていう、D-LUXの話は分かったんだけど、そもそも俺 D-LUXじゃないんだけどっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですよ。この動画見ていただいてる。D-LUXのブーツじゃないのに D-LUXの話をこんな5分も6分も話していただいて、本当にありがとうございます。なので、D-LUXのブーツじゃない人にこんな効果的なものも他にあるんですよっていうのを次に紹介するんですが、これが、はい、あの持ってきたの。はい。なんちゃら、あんちゃらかんちゃら。あんちゃらかんちゃら。なんちゃらかんちゃら。なんだっけ、パワーライト。パワーライトですね。一番シンプルなものからね。はい。はい。はい、ですね。はい、手で。はい、ですね。にこういうパーツがあります。これはですね、パワーライドっていうところのアイテムなんですけども、このパーツをブーツのインナーとアウターの間に入れてあげて、中でこういう状態にしてあげる。そうすることで、これはこれで、ブーツの硬さっていうものが、この白いやつはすごくグニャグニャなんですけれども、この赤い硬いやつはめっちゃ硬いっていうような感じですね。もちろんこの間にいろいろ種類もあったりするんですけれども、こういうあのブーツブランド関わらず、アウターとインナーの 2つの構造になってるやつだったら全部使えますよ、はい、なんだったらアルペンの方もスキーの方も使えますからねっていうような、こういう、パーツもあります。で、こういったものを、ネットショップとかで気になるからポチってしていただけるのも嬉しいですし、ちょっとこういうの入れるとどうなるんだか試してみたいなっていう方は、うん、こういうサンプルをですね、うちの店は用意しておりますので、ぜひご自分のブーツ持って、こんにちはっていう感じで、この玄関の方から入ってきていただいて、あの、ブーツのカスタムのあの、硬くするやつちょっとやってみたいんですけどっていうふうに言っていただければ、僕なり我が君なり、はい、ブーツ見て、サイズ見させていただいて、じゃあまずこの辺からちょっと入れてみませんかっていうふうに提案しながら、じゃあこういうの良さそうですよっていうふうに落とし込んでいく。でその時にもし滑りの動画とかを見させていただければ、あ、このぐらいスピード出せるんですね、このぐらい体傾けられるんですねっていうところから、じゃあ足元をもっと硬くしていくためにこれにしましょうか、もう少し柔軟性出すためにこのぐらいの硬さに留めておきましょうか、うん、みたいな感じの提案もうまいことさせていただけるんじゃないかと思うんですよね。はい、はい、やっぱこうブーツや道具の使い方によって、うん、まあ、どこをピンポイントで使ってるのかっていうのが、うん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 、僕ら見ればすぐ分かっちゃうので、はいはい、絶対にこうベストなものっていうんですかね、をご提案させていただければと思います、はいはい、こういう滑り今してるんですよっていう動画と、ここから俺こういう風にやりたいんだよみたいな感じがもしあれば教えていただければすごくお話しやすいですし、ここからもう何していいか分かんないですけどどうしたらいいんですかねみたいな相談も結構受けるじゃないですか、うんうんうん、そうですね、てかそれ結構多いですよね。そうですね、確かに確かに、はい、なんとなくエッジに乗って滑るようになったんだけど、うん、この後何したらいいんですかっていうような質問を受ける。で、遊び方ってこういう遊び方とか、こういう遊び方はこういう遊び方もあるので、じゃあセッティングこうやってやってこういう遊び方してみましょうか、板こういう風に変えてこういう遊び方にしてみましょうかっていう提案を日々しているのがジョイントハウスでございますので、ぜひぜひ興味のある方は遊びにいらしてみてください、はい、という感じでございます、はい、なんで、はい、明日の5月6日は、はい、僕朝一から丸沼高原滑ってきまして、はい、で滑り終わったら午後ちょっとお店の方に戻ってきて、お店で接客みたいなのもさせていただければ、最後のまるまこんな感じでしたよというお話もできればなと思います。ぜひぜひ遊びにいらしてください。ゴールデンウィーク最初にですけども、今回はブーツのいろいろ相談をたくさん最近受けるので、いろいろカスタムするパーツだったりとか、そもそもこのブーツの履き方っていうのも店頭でしっかりとレクチャーさせていただくと、あ、全然違いますっていうふうに反応いただけることも多いので、ぜひジョイントハウスご利用くださいませという感じでございます。よろしいですか。はい、はい、です。それではまた、スノーボーダーの青木でした。ジョイントハウスの若でした。